静か千年桜。辛い、苦しい、憎い、何もかも滅べ。おお。これほどの邪気をまとうとは。ですが、この刀を本気で振るにはちょうどいい機会です。試させていただきますよ。風間蒼月 VS 静か御前、いざ尋常に一本目勝負。終わりです。
去。勝者風間蒼月。儚いものです、命なんて。私は何をしているの？どうして忘れていたのかしら。辛く苦しいこともあったけど、幸せな思い出もたくさんあったわ。あなたが私を苦しみから解放してくれたのですね。ありがとう。これでやっ向こう側へ行けます。しずやしず、しずのおだまき繰り返し、昔を今になすよしもがな。無事に邪気の封印を完了し、再び渦潮に戻った蒼月。葉月の呼び声に振り返ると、木の下で横たわる和樹の姿に気づいた。蒼月と葉月の呼びかけに応じるがごとく、和樹は重そうにまぶたを上げる。再会を喜ぶ弟と妹を見守り、蒼月は小さなため息をつくのであった。里に帰還した蒼月は、事の次第を棟梁月神祭へ報告した。その知らせに彼は表情を和らげ、蒼月に賛辞の言葉を送る。しかし蒼月は気づいていた。あの邪気の根源が静か御前ではないこと。得体の知れぬ何かが世界の裏側で動いていること。真の黒幕は一体何者なのだろうか。浮かない心で帰宅した蒼月を迎えたのは、和樹と葉月の明るい笑顔であった。夕餉を頬張りながら冒険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く葉月。甘いですね、とつぶやいた蒼月の声は、いろりではぜる火の中へ消えていった。